ぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズンやっていきましょう。前回の続きなんですね。まあそれは当たり前か。なんか全然知らねえキャラが出てきましたね。誰も彼女のことを知らねえミステリアスイエーイノーネームっていう人が出てきて終わりました。何にも伝わらないねこのあらすじね。じゃあまた改めて調べていこうと思うんだけど、そう、ルイちゃんとね、マチちゃんが帰ってきてくれたんだよ。ルイちゃん好き。ごめんね、信之くん。今まで避けたりして。大丈夫。もう気にしてないさ。え？あ、違ったわ。え？待って。もう気にしてないでって書いてある。何突然の関西弁になってんの？大丈夫。もう気にしてないで。そっか。ありがとう。じゃあ、もう気にしないことにする。一緒に調査を頑張ろう。キモいオタクになっちゃう。で、パソコンの画面には、まあ監視カメラの映像が映っている。彼女について調べる。じゃあここで調べる必要あんのかな。まだもうちょっと調べるか。理事長の机、かなり豪華な机。写真立て。アブさん、ここアブさんのところに話を聞きに行ったりとか、しなくていいかしら。とりあえずちょっとマチちゃんにも話しかけとく。信之、ごめんね。もういいよ、気にしてないから。そっか、信之は優しいんだな。ありがとう。さてと、もうしんみりタイムは終わり。調査開始だ。そうだね。この動画の歌い手を探してみよう。池袋にいる映像だったもんね、動画のやつ。ちょっとキスケくんにも。マチとルイちゃんも帰ってきたな。なんか信之嬉しそうだな。まあね、やっぱりみんなと離れていてすごく苦しかったというか。こうしてまた元のオカルト部に戻れるのが嬉しいんだ。そうか。じゃああとは、シロとしんのすけだけだな。あの二人も戻ってきてくれたらいいんだけど。そうだな。シロくんが結構遅いのがちょっと気になるね。大丈夫かな。さて、どうしましょう。池袋じゃないわ。どこだったっけ、こっち。そう、ここで、あ、これじゃない、この張り紙じゃない、違うか。あ、あの犬の銅像って、彼女のインスタに映り込んでなかった？そうだな。じゃあ、この近くで待ってれば、彼女が来るかな。ありえるな。じゃあ、ここでノーネームちゃんを待ち伏せか。どうやって時間潰そうかな。犬の銅像になんかポスターが貼ってある。ねえねえ、このポスター見て。SNS で話題の歌姫、ノーネーム、ライブ決定だってさ。初めて知った。って、ライブがあるの今日じゃない？ほんとだ！なんてタイムリー！これはナイスタイミングだな。早速このライブハウスに行ってみようぜ。ザザザ。ここがそのライブハウス。あ、ここか。バーの隣じゃん。ここに、この中にノーネームちゃんが。早速中に入ろうぜ。ちょっとちょっと君たち、今日のライブのチケットは完売だよ。ほら帰った帰った。そんなチケットがないと入れないのか。中を調べるのは無理そうだね。じゃあここで出待ちするしかねえな。それは難しいと思うな。彼女は出待ちしててもなぜか捕まらないことで有名なの。正体不明っていうのはそういうところもあるんだよね。なるほどな。じゃあやっぱりライブハウスで本人に話を聞くしかないってことか。でもチケットがないと中に入れないし。ザザザ。よう、しんのすけくん、どうしたの。しんのすけくんどうしてここに。もしかして私たちを探してたとか。ちげえわ。たまたま近くを通りかかっただけだよ。そうなんだ。そんなことより、お前ら
何か困ってんだろ。うん、このライブハウスにドッペルゲンガーがいるかもしれないんだけど、チケットが売り切れで入れないって言われて。なるほどな。ちょっと待ってろ。ザザザ、しんのすけのやつ一体何をするつもりなんだろう。あ、しんのすけくん、さっきの店員と何か話してる。もしかして交渉してくれてるのか。うん。なんで入れねえんだ。あれは交渉っていうか、むしろ脅迫だな。ザザザ。あ、帰ってきた。ほらよ、中に入れるぜ。マジか。すげえ。これでライブハウスに彼女がいるか調べられる。そうだね。ありがとう、しんのすけくん。別にこれくらいどうってことねえよ。てか、さっさと調べちまおうぜ。そうだね、行こう。ウェーイウェーイ。数分後、ザザザ。あの子いなかったね。いないの？ここでライブがあるって書かれていたのに。何かトラブルでもあったのかな。さっきスタッフの話を盗み聞きしたけど、本人と連絡がつかないみたいだぜ。そうなんだ。じゃあここで待ってても会うのは難しいかな。そうだろうね。ピロン。メッセージ？誰からだろう。え、シローからだ。シローくんから？気になるものを見つけました。今すぐ学園に来てください。気になるもの？え、っていうかシローも調査をしているの？この文章を見る限りそうだよね。シローのやつ、俺らに黙って調査をしてやがったな。まあシローくんらしいけど、とにかくシローくんは今学園にいるんだよね。ああ嬉しい。早く行ってみようか。なんだよ、シローくん、調査してたじゃん、もう。てか、なんで公園にいるの、この4人は。なんだかんだシローも調査をしていたんだな。早くあいつのところに行こうぜ。うん。信行、その、悪かったな。え？俺は、オカルト部がバラバラになった日から、ずっと話しかけづらい、ペペン。ずっと話しかけづらい空気を出していたかもしれねえ。だが、もうそんなことしねえ。許してくれるか？もちろんだよ。ありがとな。嬉しい。シロー君、学園で何を見つけたんだろう。早くシロー君のところに行こう。そうだね。よし。で、マチちゃん、シローが言ってた気になるものってなんだろう。ドッペルゲンガーの手がかりでも見つけたのかな。早く確認しに行こうよ。うん。さあシロー君、会いに行くよ。今あれ、なんでこっちの2つ行けないんだろう。ん、校舎1階にしか行けない。鍵がかかっている。おや、なんでだろう。とりあえず校庭にいるね、シロー君がね。やっほー。あ、シローだ。待っていましたよ、信行くん。で、おや、どうしてみんなまで一緒にいるんですか。いや、実は私たちも事件の調査をしてたんだ。そんな、みんな部長の僕に秘密で集まってたんですか。いや、そういうつもりじゃなかったんだけど。みんなが集まったのもさっきだよ。そうだったんですね。シロは一人で調査をしていたのか。はい。調査を続けることが危険なのは分かっていますが、オカルト部の部長として引き下がることはできませんからね。怪我大丈夫なん、君。それに、あれからよく考えてみたんですが、あの日僕が襲われた時に見たバッジは、犯人が僕たちを仲間割れさせるために仕掛けた罠だと思うんです。シロー君、キスケ君と同じこと言ってるよ。この中に犯人なんてきっといません。
僕はみんなを信じようと思います。シロキスケ君、何がおかしいんですか？いや、俺たちみんな同じこと考えてたんだな。そうだね。これでオカルト部完全復活だね。いいですね、この青春感。一度離れた仲間が再集結する展開、僕感動です。おい、早く調査を続けようぜ。おっと、そうでしたそうでした。ねえシロ、さっき気になるものを見つけたってメッセージに。そうなんですよ、さっき夜の校舎を調査してたじゃ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 さっき夜の校舎を調査してちゃちゃ。もうめっちゃ噛むやん。さっき夜の校舎を調査していたら気になるものを見つけまして。じゃあ今から校舎に入るのか？夜だから鍵されてるんじゃない？まあまあ、僕についてきてください。ザザザ、なんだい？数分後、あれ、侵入成功ですね。本当に入れた。ここの窓は鍵が壊れてるんですよ。この学園のセキュリティはどうなってるんだ？警備のおじさんが一人いますが、学園はとても広いですからね。おそらく見つかることはないでしょう。本当かそれ？細かいことは気にせずに。皆さん早く行きましょう。生徒会室に行くのか？どこに連れて行くんだろう。ん？理事長室？コツコツコツ。ここは理事長室前。これをよく見てください。うわ、何これ？うぅ、これは理事長の写真。めちゃくちゃにされてんじゃん。これもドッペルゲンガーの仕業なのか？おそらく。集会の時の殺害予告といい、この写真といい、今回のドッペルゲンガーは理事長を相当恨んでるんでしょうね。理事長を恨むような人なんているんでしょうか？そのことなんだけど、もう犯人は分かっているんだ。え？本当ですか？うん。体育館にある監視カメラに犯人が映っていたんだ。それがこの人。あ、こんな人学園では見たことありませんね。実は彼女、有名な歌い手なんだ。有名人なんですか？だけど謎が多くてな。結局どこの誰なのかはわからないんだけどな。そうなんですね。でもこんな有名人、学園にいたらすぐわかるよね。そうだよね。相当目立つと思うし。本当に彼女がこの学園の生徒なのか確かめられればいいんだがな。そうだね。でもどうすれば。あー、バレたー。誰だ、誰かそこにいるのか。まずい、警備のおじさんです。マジか。嘘。それでは今日の活動はここで解散です。皆さん健闘を祈ります。だ。あ、シロ、私たちも早く逃げないと。ったく、こら待ちなさい。だ。その後、俺たちはなんとか警備のおじさんから逃げ切って家に帰った。よかった。そして次の日。いや皆さん、昨日はなかなかにスリリングな体験でしたね。結構ギリギリだったけどな。あと少しで捕まるところだったし。というか最初から夜の学校なんて忍び込まなくてもよかったんじゃ。そういえばそうだな、めちゃくちゃにされた理事長の写真は昼でも見に行けたはずだし。あ、そんな細かいことは置いといて、今日も調査を始めましょうか。あ、ごまかした。今日はあの子が本当にこの学園の生徒なのか確かめるんだよね。そうでしたね。どうやって確かめようか。そうね。さとみくんとみかこちゃんが一緒にいるの？お、なんだこれ。あれはさとみくんとみかこさんだ。何をしているんだろう。
おい、ミカコ。また花壇の手入れをしてくれてるのか？うん。はぁ！それで葉っぱだらけなんだ、頭が。そして顔に泥がついてるんだ、いつも。へぇー、なるほどね。納得。私、花が好きだから。そうか。って、お前、また顔も泥だらけじゃねえか。汚ねえな。どうしてそこまで汚れるんだよ。作業に夢中になってたらいつもこうなっちゃって。ごめん。別に謝ることじゃねえよ。俺も手伝ってやる。え？別にお前のためじゃない。生徒会として学園の美化に努めるのも役目だからな。里美くん、ありがとう。俺は水を汲んでくる。汚れ仕事は任せたぞ。うん。さとみくんって見た目は怖いけど優しいところもあるんだな。うわあ。もうみんなが好感度上げてくるじゃん。ちょっとやめて。好きなんだけど。てか今日も先生また警備してんだ。うん。今日もここは立ち入り禁止だ。早く帰れ。はい、すいませんでした。はい。多分生徒会室なのかなって思うんだよね、行くとしたら。あ、でも、あ、理事長とふみちゃんがいる。ここは生徒会室だ。あ、そういえば、確かここに在校生の資料がなかったっけ。あ、そうそうそう、だから私生徒会室って言ってたんだけど。でも2人がいるから入れなくない？在校生の資料。ああ、そういえばそんなのあったな。そうか、それを見ればあいつが学園の生徒なのかわかるかもしれないぜ。本当ですか？それなら早速。ちょっと待って、勝手に入らない方がいいんじゃない？俺とキスケは一度勝手に入って怒られてるんだよね。大丈夫ですよ、信之くん、バレなきゃ平気です。なんかそのセリフ前にも聞いた記憶が。ん？ブツブツ。ちょっとストップ、中に誰かいるよ。何か話してるみたい。お父さん、どうして事件のことを公表しないんですか？私たち生徒も不安になっています。黙りなさい。このことが世間に知れたらどれだけの損害が受けると思う？マスコミや報道で学園の品位が下がるのは明白だろう。でもお父さん。なんだ、私に意見する気か。いいか、お前は私の言う通りにすればいいんだ。この話はもう二度とするな。はい、わかりました。部屋から出てくるみたい。隠れよう。うん、ガチャ。気まずい関係ですね。行っちまったな。なんか揉めてたね。そうですね。そんなことよりさ、早く会長の机を調べようよ。今なら生徒会室は誰もいないはずだよ。そうですね、急ぎましょう。うん、この引き出しの中に生徒会の資料があったような。あった、これだ。以前キスケと調べた時に見つけてたんだ。早速見てみましょう。ペラ。ん？ペラ。おかしいな、どこにも載ってないぞ。え、載ってない？じゃあ彼女はうちの学園の生徒じゃないってこと？載っていないということはそうでしょうね。わけわかんねえな。こうなったらやっぱり直接会って話を聞くしかないかもしれませんね。でもどうやって？そいつが現れそうな場所に張り込むとか？それはいいアイディアだと思うけど、一体どこに張り込めばいいのかな。彼女が現れそうな場所か。現れそうな場所って言ったらやっぱりこのあれ、どこだっけ、 ここかなと思うんだけど。あれ、 NG になってる。犬の銅像だ。そういえば以前ここで路上ライブが行われていたんだよな。じゃあここで待っていれば彼女が現れるかも。なんだ、ポスターが貼られている。路上ライブ禁止、見つけ次第警察に連絡します。
路上ライブは禁止されたのか。じゃあここで待っていても来ないかもしれないな。あーどうしようね。なんかないかな。なんか何にもない。原宿は今回は用事はない。アブさんのところにちょっと話聞いてみる。なんかないかね。ドッペルゲンガーの調査はどう？まあ順調だよ。そういえばオカルト部は復活したのね。まああなたたちならきっと大丈夫だと思ってたけど、みんなと協力して頑張りなさい。嬉しい、ありがとう。どうしようね。キヨコちゃんがここにいるから一回話しかけとく。あれはキヨコさん、何をしてるんだろう。ここまでは計画通りね。あともう一押しだわ。今なんて。あら、信之くん、こんなところでどうしたの。いや別に。今の発言について少し聞いてみるか。少し聞きたいことがあるんだけど。ごめんなさい、私今忙しいの。また今度ね。でもダメだ、これ以上話を聞いてくれなさそうだ。今の清子さんの発言かなり怪しかったよな。でも今回のドッペルゲンガーは緑髪の子なわけだし、これさ絶対カツラだと思うんだけどさ、違うかね。怪しいけど清子さんがドッペルゲンガーなわけないよな。おもたくんと先輩が一緒にいる？あ、違うわ。あれ？おもたくんいない。まあいいや、先輩に。あ、君はオカルト部の、そう、さゆりさんなんだよね。さゆりさん。さゆりさんなんだけど、私なんかこの間さおりさんだか、みたいな、言って、ちょっと大変失礼しました。どうも。どういたしまして。もちろんですよ。特に何者がいないね。ここか、おもたくん。どうも。まだ体育館を先生が見張ってるよ。どうして先生たちはこんなに事件現場を隠そうとするんだろうな。不思議だ。そうだね。ところでさ、帽子盛り上がってるけど大丈夫？どこ行けばいいかね。先生のとこは行けないし。ちょっとじゃあ理事長室行く？おお、外にいるんですか。なんだね。私は今忙しいんだ。話なら後にしてくれ。すみません。ダメか。まあ理事長がここにいるってことは入れないね。どこかね。どこ行けばいいかね。あ、今度はさなえちゃんとあんちゃんが一緒にいる。あれはあんさんとさなえさんだ。一体何を話してるんだろう。何？いきなり呼び出して。アンさん、あなた翼くんの幼馴染なんだよね。まあそうだけど。子供の頃の翼くんについて教えてくれない？はあ？もしかしてあんた翼のことが好きなの？あんなクズ野郎のどこがいいのよ。別にいいでしょ。そういう悪い部分も含めて翼くんはかっこいいの。ねえ、だから翼くんについて何でもいいから教えてよ。まあいいけど。本当？じゃあ何かおごりね。おごり？当たり前でしょ。ただで教えるわけないじゃん。そんなひどい。別にひどくないでしょ。交換条件ってやつよ。分かったわ。翼くんの過去が知れるなら何だっておごってあげる。交渉成立ね。じゃあこれからファミレスでも行こっか。へえ。なんかいい組み合わせだな。ここ仲良くなったらいいのに。どこ行けばいいかね。ここをとりあえず行く。あれ、生徒会室の前にこんなたむろしてたんだっけ。彼女はうちの学園の生徒じゃないのに、なぜか理事長に恨みを抱えている。一体二人の間にはどんな関係があるんだ。確かに。在校生の資料にも載っていないなんて、彼女は一体何者なんでしょうか。
謎だね。彼女が現れそうな場所か。一体どこだろう。まあ、何か手がかりはなかったか。少し考えてみるよ。わかんないんだよね、それが。やっぱり彼女はこの学園の生徒じゃなかったんだね。そうだね。彼女を調べるにはやっぱり直接会って話すしかないかも。彼女が現れそうな場所を探してみようよ。あの謎の女が現れそうな場所を探すんだろ。さっさと行こうぜ。じゃあさっさと行きたいところなんですが、まあ時間いい感じなんで、今回はじゃあこれで終わりましょうか。緑髪の女が行きそうなところってどこだろうね。だってライブ禁止だし、むしろこの、あれ、どこだっけ？ここのライブ会場とか、次ちょっとクリックしてみようか。じゃあ、また次回お会いしましょう。アツピアです。